ディオスラド・マカパガルはフィリピンの第9代大統領。第3共和国としては5代目の大統領にあたる。1910年9月28日、ディオスラド・マカパガルはフィリピンのパンパンガ州、ルバオで生まれた。1933年にフィリピン大学で芸術の純学士を取り、1936年に聖トマス大学で法学の学士を取得し、弁護士になった。 第二次世界大戦後は外務省で働き、1946年に法務担当外務次官補、1947年には英国との交渉のチーフ、1948年にはワシントン DC にある中米フィリピン大使館の二等書記官に就任した。1949年にはフィリピンの国会の会員である大議員議員としてパンパンが州の第一区から選出され、 以後1957年まで下院議員を務めた。マカパガルは自由党に所属していたが、1957年から1961年まではナショナリスタ党のカルロス・ガルシア大統領の下で副大統領を務めた。1961年の選挙では、マカパガルは新ポ党と協力してガルシア大統領と対立した。彼は、 政治的腐敗と戦うことを公約に掲げ、1961年11月14日に行われた総選挙で得票数355万4840票、得票率55%で大統領に当選12月30日に就任した。就任後は増収愛の抑制やフィリピン経済の活性化を目標にしていたものの、 ナショナリスタ党員の多い上院と下院に反対された。1965年の総選挙では、フェルディナンド・マルコスに敗北して退任した。1972年に、マカパガルは憲法制定会議の議長に就任し、1973年に憲法草案が起草された。1997年4月21日、マカティで死去。遺体は、タギクにある。 英雄墓地に埋葬された。2019年現在、200ペソ紙幣に肖像が使用されている。また、2003年から2012年まで、クラーク国際空港が、ディオスダド・マカパガル国際空港に改称されていた。2回結婚しており、2人の妻との間に、子供が2人ずついる。1人目の妻とは1938年に結婚したが、 彼女は1943年に亡くなっている。二人目の妻とは1946年に結婚して、娘と息子が一人ずつ生まれており、娘は後に同じく、フィリピン大統領となったクロリアアロヨである。ありがとうございます。